片山のシュート決まりました。サインプレーを使ってきました。左足を振り抜きました片山翔輔。横に流して塩谷あるかなとは思ったんですけど、直接だとはちょっと思わなかったですね。まあ、壁が乱れましたよね、フロントアレも。だけどこれはすごいホットシュートです。ショートコーナー、さあ野田が上げてファーサイド、奥のフリーになってシュート、どうだ、決まった。決めたのは7番の角、鮮やかな先制ゴールでした。壁を細かく調整します船山です。この人は無回転も持っています。ただ公式戦では決まらないが締め替わった。いや素晴らしいシュートでしたね、岩上雄三。もうコースといい、スピードといい、もう角度といい、もうここしかないっていうところじゃないでしょうか。憧れの川口からゴールを奪いました。どうか、見事な野澤のフリーキック。素晴らしいですね。一瞬このデュアスタのベガルタサポーターが水を打ったように静まり返りました。武田どこを狙っていくか、低いボール出した、シュート、トリックプレーですね。いやーびっくりしましたね今ね。狙い通りじゃないですかね。狙い通りですね、はい、してやったりじゃないですか。今季初ゴール堤俊介。さあ選手も持ってますからね。野津田シュート、おーポストに当たってゴールイン。すごい、非常にこれはしっかり抑えてますよね。これは防げないですよ。ご覧のように8人入っています。間接フリーキックになりますがどうするか。比嘉またあの一列で並んでやってきた、右足シュート。いや非常にいいプレーですねこれは。この位置でやればこれは非常に有効ですね。チョン・ウヨン無回転だ。ワールドクラスのフリーキックが決まりました。先制ヴィッセル神戸。まあこれは取れないですね。すごかったですね今、ブレましたね、はい、放送席から見ててブレてましたね。岡本が下がった、石上が横にポジションを取った。石上の左足決まった、決まった長崎同点。これはすごいですね。ショートコーナーかというところ中を狙ってきます。中田エースボレーシュート、すごいシュートが決まりました。ヘディングではありません、ボレーシュートを決めていきました。中田エース、レオシルバもう一度来た、ボールです。おーすごいな、ゴールイン、これはすごいな、かけて、いやいい、すごいボールでしたがこれ、ね、矢野したがって得点はこれ矢野起床ということになりますが、そうでしょう、ね、すごいな、コースを変えただけですけど ね素晴らしいですね今のね。狙ってくるのは砂川の右足、決まった。これ砂川今シーズン3点目ということになりましたが、3点いずれもフリーキック直接なんですよね。いや素晴らしいですね、はい、セットプレーから山岸のヘディング、山岸のヘディング、
岸のヘディングがなんとゴールイン。スペースを狙ってきました。これシュート、西大吾。いやー来ましたね。いやなかなか見れないシーンですよ。いいボール、そしていいキック、ちょうどこう振りやすいところにボールが配球されないと打てないボールです。はい、